入れたらすぐこうかき混ぜてあげてください。とろみのあるスープになるんですね。ということでですね、今回はですね、本当にもうね、さっき起きたんですけども、起きた体にもうジャストフィットするね、ジャストミートするお粥ですね。今回はですね、もう米から炊くとかももう無理なんでね、今回はですね、もうダイエッターさんも超必見の豆腐の中華粥。これがですね、お米全く使わないのにお粥っぽい豆腐を米代わり、非常にね、いいレシピなので作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まあ、ヘルシーな豆腐中華がゆっていうのを作っていくんですけども、ヘルシーな豆腐中華がゆに、合わせるものって言ったらやっぱりね、ヘルシーなドリンクですよね。糖質がね、ほとんどないっていうね、スーパードリンク、それも紹介しながらやっていきたい。ジョッキじゃなくてもいいんですけども、必ずジョッキを用意してください。ここに、氷をぶち込む。糖質ゼロ、スーパードリンクです、これ。好きな音するの、これ。炭酸水はね、もう水ですからね、これね。カロリーゼロ。はい、ハイボールができました。ヘルシー。茶番は終わりましたので、やっていきたいと思います。まずですね、今回はですね、包丁いらないんですね、これね。絹ごし豆腐ね。これ乱雑に入れます。今回はね、300g だから軽く2人分あります。はい、入れていきます。ここにね、お水ここに 360cc 結構入れますね。はい、入れていきます。火にかけてヘラで崩してもいいんですけども、泡立て器もしあったらね、これでガッシュガッシュと、はい、ガッシュガッシュとね、砕いてくれ。そうするとね、一瞬にしてね、お米状にこう崩れてくるんですね。細かくね、崩れるんですよ。リュウジさん、なんでそんなに酒飲んでて痩せてるんですかって、体質じゃないんですよ。見えないところでこんな食べてるんですよ。ああ、これぐらいです。これぐらい結構ね、崩れてますね、これね。もうお好みでもっと崩してもいいんですけども、ソーミのシャンタン持ってないっていう方結構いらっしゃるんですよ。もう買ってもいいと思います。これほんと便利なんで、紙まで買ってきたやつ裂いて入れていきます。はい、これ先加減はね、お好みでいいです。ほぐれたサラダチキンとかもありますんで、めんどくさい方はね、ほぐしたサラダチキンでも全然いいですよ。サラダチキンもね、非常にこれね、タンパク質豊富でね、脂質が少なくて非常にヘルシー食材なんですよね。豆腐とサラダチキンさえ食ってればいいみたいなね、安心食材でございます、これは。いや、ちょっとめんどくさい、ちょっと混ぜて、なじませてあげて、片栗粉ですね。片栗粉ね、大さじ1入れるんです、ここにね。はい、大さじ1なんで小さじ3杯ですね。はい、こんな感じ。倍量のね、お水で溶くんですよ、これね。はい、だから大さじ2のお水。そして沸騰してきますんで、そしたら火止めちゃいます。もう火を止めて、さっきの水溶きの片栗粉、はい、倍量で溶いた、片栗粉をこう入れます。はい、入れたらね、すぐね、こうやってかき混ぜてあげる。手早くやらないと片栗粉がね、餅みたいになっちゃうんで、入れたらすぐこうかき混ぜてあげてください。とろみのあるスープになるんですね。豆腐の香りとかが苦手な方とかいらっしゃるじゃないですか。そういう方はおろし生姜とか入れてあげてください。もう煮込む時点で大丈夫です。はい、爽やかに召し上がっていただけるんで、これね、手頃な器に盛りましょうか。小ネギをね、ちょっとパラッとね、パラッとしてあげて、ちょっと仕上げに、これお好みなんですけども、ごま油をこう垂らしてあげると中華がゆっぽくなってくるんじゃないかな。はい、ということで、こちらでお豆腐の中華粥完成でございます。はい、それではできましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。飲んだ後のお粥が美味しいから飲んどきましょう。いただきたいと思います。いただきます。いただきます。熱いからね、気をつけてくださいね。おぉ、うまっ。体に染み渡る、これ。お豆腐のこの食感が、食べ応えがあって、サラダチキン食べ応えがありますね。これで糖質が超少ないんだって、もう救世主だね、これね。好みでね、卵を落としたりしてもいいし、小松菜入れていただいたりとか、ほうれん草ちょっと一緒にね、茹でて、入れていただいたりとか、アレンジがしやすいんですよね。
低糖質レシピだとは思えないほどうまいんだよねこれね。味変カンフージェネレーションホアジャオですね。一つね置いとくと便利ですよ。あ、一気に中国紹興酒飲みて、何でもラー油かければうまいっていうこのピリッとしたところ、わあ、作るの簡単やしね、ぜひやってみてください。酒飲むの言い訳がめっちゃ多いんだよ。もうさ、よくこんな思いつくよね、酒飲みの言い訳ね。本当にもう、まあ、言わんとしてることはすごいわかるんだけど無限に出てくるもん、お酒飲むのに飲むための言い訳